ラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない？ちょっと待って。心配したじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。ああ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、おう、キュッ。待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番街ステーション発。到着までに先頭車両に集合。7番街駅。この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。ちょっと聞いて。仕事の邪魔だよ。うちにいればよかった。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか8番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れるだといいけどな。いや、いいのかな。何か用なの？ああ、うまい。みんなピリピリっす。当然だろう。クラウドさん、俺罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。今引っ張ったの誰？いい加減にしてほしいな。クラウド、 SOS。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした、そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない、うん、見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、うん、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。マコーロを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。ん？なんなんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良？殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は
てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない、何があっても変わらない日常を送ってやる、これが新列車員の戦い方だ。意義なし、これぞ死んだ魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか、いつだって精一杯生きてる。引きましょう。違っちゃいねえ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。みんなこの列車と同じ、敷かれたルールには逆らえないんだ。星を救う、でっかい始めの一歩だ。うん、お前ら、ピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。やべ、うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。
アジトでな。忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。職場は無事か？ドラマの様子は？テレビで。ここ警備する必要あるのかな。夜の列車適切なことバイクは無事か。なんとかね。今夜は返さないよ。駅前屋台で食べるの久しぶりだわ。揚げたてマルケのフライと揚げたて丸ごとマルケのフライってどっちがいいですか。両方とも味。兄ちゃんは広場にいるよ。ずっとテレビのニュースを見てるんだ。すごかったんだぞ。犯人ってどういう人だろう。怪しいのはあれじゃない。ほら、張り紙をよく見るあれ。名前は知ってる。プレートとスラム、爆破の犯人を探して街中に運が海を向いてさ。マコーロ八番街、瓦礫で道が塞がっちまってよ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんた、どうした。魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー。俺は危険。ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。あの現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。軍人さんなら犯人のこと知ってるかもよ。仕事を邪魔にならないか。何してたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうかよ。しよしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わる。